皆様、こんにちは。ドクター・西田こと、西田ダ・ワ糖尿病内科院長、西田ダ・ワです、えー。今回からですね、いよいよ、かってお子様向けに、えー、分かりやすい、子供さんでもわかる、楽しめる内容でお届けしてて、もう結構反響があって、 最近のちょっと真面目なシリーズよりもはるかにそちらの方が反響があって数,数千回視聴していただいた人気番組だったんですが、まあ、ちょっと最近はこの真面目なタイプやってましたでもあんまり受けがいま一ついま二つみたいなのでちょっと今回からもう一度子供さんでも分かるような内容でということでタイトルをちょっと変えてみましたこちらでございます 歯医者さんに命を救われたある内科医の告白。まあこれすでに以前ビデオで撮ってるんですけれども、もうこのタイトル画面見ていただいたらわかるんですが、黒板になってますよね。この黒板はこれから子供さんでもわかるような内容をお届けするときに、この黒板の背景でタイトルで入ろうかと思うんですけども、もう一つ違うのは英語の字幕がついていることでございます。 これから私は「体なるほどチャンネル」を通じて人事パイン阻害薬と呼われる歯周病菌をやっつける薬でアルツハイマー病の患者さんの認知症の進行を抑えるってそういうお薬がおそらくこれから数年後には登場して世の中が大騒ぎになると思うんですがなぜ歯周病と認知症がつながるのか。 なぜお口と全身がつながるのか、それをわかりやすく日本人だけではなくて全世界の人々にお伝えしたいという、それが私のテーマなんですね。もう勝手な思いなんですけど、だから日本語だけではなくて喋るのは日本語なんですけれども、えー、できるだけスライド中にも英語の説明、そして英語の字幕、日本語の字幕も含めてですが、 つけるということで、これからのこの黒板シリーズは、英語のメッセージも入るんですけれども、それはもう海外の人たちにもこのお口の大切さを分かってほしいという思いであるということをお分かりいただけたらと思います。それで、前回もご紹介しましたが、これ <laughs> 2009年、今から14年前のドクター西田のお口の中なんですけどね、今は綺麗なんですが、見てください。うえぇって言汚い。 ずっと小学校以来、歯医者さんが大の苦手で、もういやいや、歯医者さん怖い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 、絶対行かない行かないとかいうことで、も、ま、う、あ、50歳近くまでドクター西田は歯医者さんに通ってなかったんです。歯磨きも1日1回3秒。1日1回3秒。ぐちゅ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 、ピューって終わってたんですね。だから、歯周病がひどかったんでございます。こうリンゴかじったら、 血がついてました。歯型の血がついてた。それぐらい歯周病がひどい。だからお口の中も汚くて、こういう歯石びっしり歯石が歯の周りについて、そして出血してたんですね。で、お口が汚いだけではありません。当時のドクター西田ですけども、もうこんなにね、もうパンパンの、まあ、92キロという、まあ、人生で最大のおデブちゃんだったんですけども、 もうすごく不健康で、当時は、まあ、血圧が高い。これ、糖尿病専門医。糖尿病専門医なのに、血糖値高い。ハイパーテンション、プレダイエビーティーズ、そして不整脈アリスミア、不整脈、そして口臭、口臭いということでですね。本当に不健康の極みだったんですよね。で、でも、 当時、あるきっかけで、歯医者さんに通うようになったんです。歯医者さんにね、みんなね。そしたら、歯医者さんに行ったら、歯科衛生さんがさっきの汚い汚いお口をきれいに、歯石とかもきれいに一つ残さず取ってくれて、ピカピカにしてくれました。ピカピカ、ピカピカポンポンになりました。ね。で、もう一つ、西田先生、歯磨きは一回三秒じゃダメですよ。 きちんと小刻みに動かしながらすべての歯と歯茎の間を丁寧に磨きましょうね。そして歯は縦に立っているので縦磨きもしましょうというふうに小学生を悟すように教えてもらったんですね。で、そっから人生で初めて晩ご飯食べた後も歯磨きして、そしてフロス、フラスもね、こう、生まれて初めてのフロスもこうやって指つりそうになりながら鏡見ながら うやっててるんかななみたたいな形でこう始めてましたそしたらですね一番最初に起きたのは夜食をやめることだったんです当時歯医者さんに行くまではもうこの顔なので夜遅く帰ってくるとあ夜9時10時11時に大学から帰ってくると冷蔵庫冷凍庫からアイスクリーム出して食べたり冷凍ラーメンをチンして食べたりとかそういう夜食を食べ放題だったんです でも、夜、晩ご飯を食べて、お口をピカピカに、きれいに丁寧にしたら、この夜食や間食がゼロになったんです。そうすると、1ヶ月で1、2キロずつ、つるスる、スるする痩せながら、1年経ったら、で、運動もするようになりました。片道15キロ、往復30キロ道のり、自転車乗って通勤するようになりました。そしたら、どうなったでしょうこうなりました。 一年経ったらめちゃ痩せた。ね。92キロあったお手ぶちゃんが74キロまで痩せてこんなになったんですよね。西田先生、最近痩せられましたけど、急に痩せられましたけど、癌になったんですかというふうに真顔で心配されたぐらい痩せたんですね。でも、痩せただけではなくて、先ほどのこういう血圧、高血糖、不整脈、 そして、講習。すべて、消えました。万歳万歳全部悪いもの飛んでった、飛んでった、飛んでった、みたいなね。で、僕はびっくりしました。でも、もしあの時、歯医者さんとの出会いがなかったら、もうこうなってましたからね、間違いなくね。もう本当、冗談抜きで、ドクター西では、 あのように言ってたと思います。さようならということで、天に召されてたと思うんです。で、そこで私はですね、お口の手入れは命の分かれ目だということに気づいたんです。お口をきれいにするかどうかで人生が変わってくる。お口が汚いと、お口が汚いと早死にしたり、認知症になったりする。でも、お口が健やかになると幸せで健やかな人生を歩むことができる。どっち 幸せな道か、病気の道か。皆さんはどっちでしょうか僕は幸い、早くお口の大切さに気づくことで、お口をきちんと手入れすることで、幸せな道を歩むことができました。本当に僕は、今、体も健やか。そして幸せ。人生で一番幸せな時を今歩むことができているのは、お口をきちんと手入れするようになったかなんですね。だから私は、お口が健やか。 お口の健やかさを通して、お口の健やかさを通して、全身も健やかになって幸せになる。お口がピカピカであれば、子供も大人もみんな、おじいちゃんおばあちゃんもみんな幸せ。この幸せを皆さんになってほしい。僕は途中で気づくことができたけれども。でもまだ、歯医者さんの大切さ、お口の手入れの大切さに気づいてないたくさんの人たちがいる。そこから私は、このお口の大切さ、 健康の素晴らしさを一人でも多くの人に伝えるためにいろんな本を書いたり講演をしてきました。まあ、その一つが2018年、厳冬者さんといところ出した糖尿病が嫌なら歯を磨きなさいという本であります。きちんと歯磨きをすると血糖値が下がって糖尿病のお薬一つがいらなくなるようなこともある。そんな魔法の力が歯医者さんに通うことで起きるんですよ。 ね、そういうことを本に書,く書いて、えー、伝えました、ね、歯磨きしたら血糖値下がる、ね、そういうお話ほとんどの人が知らないようなそういうこともやりました私の専門は糖尿病ですからね私の本専門は糖尿病ですからしばらくの間はこういう歯周病と糖尿病のつながりをお全国で解いてきましたでも今はもっとその先を行って糖尿病だけではないお口っていうのは糖尿病を悪くしたり お口が綺麗になることで糖尿病が良くなる。それだけじゃない。実はお口というのは全身と深く深く関わり合っているということに気づくことができたんですね。だから今は人生100年時代、人生100年時代、最後まで自分の足で歩いて、自分の美味しいものを自分の歯で食べて、自分のお口で食べる。それは健康から。お口が健やかであれば、人生100年、幸せで、 そして健康で過ごすことができるということをこれからえ日本国民、そして世界中の人々に伝えたいということをこれからドクター西田の体なるほどチャンネルではお伝えしたいと思っている次第でございます。 ということで、喋、えー、るのは日本語ですけれども、英語の字幕もつけて分かりやすく世界中の人々にお伝えしたいと思いますので、えー、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたごきげんよう。次回はいよいよ白サシリーズでございます。